冬物語は、ウィリアム・シェイクスピアの喜劇であり、ロマンス劇である。1610年に完成した。シチリア・オーリオン・ティーズは、シチリアへ来訪した親友のボヘミア王ポリクシニーズが、妻のハーマイオニと密通していると誤解する。リオン・ティーズは進化であるカミローに、ポリクシニーズの毒殺を命ずる。しかし、ポリクシニーズの無実を知っていたカミローは、彼に危険を伝え、共に、 シチリアを脱出する。激怒したリオンティーズは、ハーマイオニオ牢獄へ入れる。リオンティーズは、獄中で生まれた王女、パーディタを、ボヘミア領内へ捨ててくるように進化のアンティゴナスに、明示。アンティゴナスはそれを実行した。だが、リオンティーズは、信託によって、三つの疑いは誤解であること、そしてパーディタの消息がわからない限り、永遠に、 リオンティーズは後継ぎに恵まれないと宣言される。さらには、王子マミリアスが母の身を心配する、あまりに死んだということを知らされ、また息子の死にショックを受けたハーマイオには、獄中で自害したとアンティゴナスの妻、ポーリーナに伝えられ、リオンティーズは、激しい後悔にさいなまれる。パーディタの消息を調べさせるも、アンティゴナスがボヘミアで死んだために、王女の行方はわからなかった。 舞台は16年後のボヘミアへ移る。パーディタは、ボヘミアの羊飼いに拾われて、美しい少女に成長していた。その羊飼いの娘と、身分違いの恋に落ちたボヘミア王子フロリゼルは、父ポリクシニーズの反対を避け、ボヘミア王の進化となっていたカミローの助言を受け、パーディタと共に、シチリアへやってくる。未だ、ポリクシニーズとの交友を回復できないでいた。 リオンティーズはきっかけとするために二人を受け入れる。ポリクシニーズが羊飼いを伴ってシチリアを訪れ、羊飼いの証言により、羊飼いの娘が実はリオンティーズの娘であったことが明らかになる。晴れでフロリゼルとパーディタは結ばれ、リオンティーズもポリクシニーズとの遊戯を取り戻す。実は王妃、ハーマイオにも死んでおらず、ポーリーナにかくまわれており、 オーリーナの気遣いにより夫婦は運命の再会を果たして大団円を迎える。ありがとうございます。